アダルトよしのホテルでアウトーク。女と男のコミュニケーションアンバサダーアダルトよしと、マルチに活躍する大人気 AV 男優シミケンがセクシー女優とともに一つのテーマで熱くトークするこのコーナー。さてさて、今夜はどんなアウトークが飛び出すのか。このコーナーは阪神高速長良インターからすぐホテルザ・レオン北店801号室の女子会ルームよりお送りします。さあ始まりました、アダルトよしのホテルでアウト。聞いてますか？やりましょう、やりましょう、やりましょう。ごめんなさい、メイクさん映ってます。誰がメイク？メイクじゃない。どなたですか？アダルトよしさんの本当にマナ弟子で仲良くさせてもらってます。ヒロよ、ヒロ。ヒロさん。よろしくお願いします。普通の声にエコーかかってます。いい声です。声素晴らしいです。ゲイバーでママやってます。なるほどなるほど。一番わかりやすい。一緒に盛り上がっていただくトークテーマの方発表したいと思います。本日のトークテーマはコンドームですという。結構まんまな大事なものじゃないですか。まあそうですね。これをちょっとテーマにさせていただこうかと思うんですけども、ちなみにコンドームをつけるぞっていう方は必ずやるときはつける、やるときはってすみません、下品なところが出てる。育ちが悪いのがバレる。つけられるという方は。なんか人に合わせるタイプですね。あ、人に合わせるタイプ。はい。ということは相手がつけないって言ったら、それ受け入れるなっていう感じです。あ、別に拒まないと。うん。なんかムードが悪くなっちゃったら嫌だなと思って。あ、なるほど。それでムード壊れるのが嫌だ。嫌だなっていうところが。まだ。ヒロさん。あ、僕はもうつけたことないですね。あ、僕は女性側なんで。あ、そうですね。受けって言うんですけどね、業界用語で。勉強になります。自分自身ではつけたことないんですけど。なるほどなるほど。相手につけてもらう。相手にはつけていただく。基本つけてもらいます。やっぱり。これモード壊れても大丈夫。全然大丈夫ですね。つけてと。そっちの方が怖いというか。なるほどね。いろんな病気とかもあるしということですね。よしさんは？私？はい。まあかみちゃんと一緒かな。まあそのお相手様次第。なるほどなるほど。なのでまあもう昔の話だけど、本当に10代の頃はもうつける練習。私でも今おかげさまでも秒でつけれるわよ。あら、早いんだ。もう慣れて。もうだつけてと言った瞬間にもうつけてるもん。あ、手の時にはもうシュッと入ってる。もう光より早いんだから。光より早いからどうなっちゃうんでしょうか。すごい。つけない方もおられるということなんですけども、言うたらその病気問題とかもあるじゃないですか。ありますね。これやっぱりつけるようにしていくにはっていうのもちょっと考えてみたいなと思うんですけども、その辺じゃああゆみちゃんどうですか？お、私、つけるときに楽しいことがあった方がつけるんじゃないかなと思うので、まあ言うたらつけるということは楽しいというか、もう気持ちいいことが待ってるわけですけども、気持ちいいじゃなくて、すごいその例えば女子から出る愛液とか精子とかに反応して色が変わってとか、それで性病がわかるとか、あとはそれで病気がわかるとかもいいし、あとなんかチャーリーとチョコレート工場って知ってます？知ってるよ。あれって開けたら金のチケットが入ってて、金のチケット入ってたら工場行けるっていう話。それゴムにも採用して、ゴム開けたら金色のゴムで、そうそれで当たったってなってゴム工場に行けて大量にもらえる。いいね。面白い。めっちゃ悪くないですか？面白い。岡本の工場行きたいね。岡本工場行きたないですね。いいじゃないですか。面白い。行きたいですか。三工場やったら見に行きたいけど。でもベルトコンベアでゴムがありますよね。同僚たちがさ、これはびっくりマンチョコみたいにやって、やるチームはそれやんなくてもいいけどね。だからちゃんとじゃあ使用したゴムで。色が変わって、それが当たりだったらお金もらえる、懸賞金みたいなお金もらえるお金もらえるね。お金のもらう、それはいいですね。いいですよね。シンプル。私何よりお金が大好きで。それはいいですね。やらしい、やらしい。ただ一個だけその病気だと色変わるっていうのはもう入ってる最中に病気だった時ちょっと悲しいもんだ。こっちの顔色もね青くなってきて。病気かー。お互いに悲しい気持ちでじゃあって帰っていくもんね。なんか嫌ですよ。そう、じゃあゴム工場行ったら自分専用の形に作れるとか。うわー。なんか私、はい、なんか強いのかわかんないんですけど、すみません、アウトですね。なんでですか、まだある続きがあるんですよ。そうだからこう撮影でちょっと男優さんがシュンってシュンってちょっと元気ない時、ちょっとしょぼくれちゃうとゴムが中で取れちゃうみたいな。だから男優さんが撮った時にあれゴムない、え生でやってたみたいな、フィットしたやつを作ってもらえればそれもなくなるかもしれない。その辺じゃどうですか。私的にはそのタバコのパッケージって体に悪いよってもう書いてあるじゃないですか、大きくタバコの箱。だからコンドームのパッケージにもこういうウイルスがあってこうやって痛いかゆいことになりますよ、やばいですよってもう書いている。そしたらちゃんとじゃあつけなきゃ危ないって思ってくれるから。違うんですよ、違うんですよ。つけない人はそれすら目にしない。つけようとする人はそれをつけてるでしょ。もうこれ凍ってる人はで、これ見てる人はなえるんですよ。怖いな、怖いな。なってからじゃ遅いから、そう言うたらあいつそうかもわかんないなとかなるでしょ。昔アボバシリーズっていうスキンがあってね、 AB 型 A 型 O 型 B 型専用の、それをアボバってその血液型の頭文字を取って、でもね何も変わらなかった。違う型の使っても何も変わらなかった。はいはいはい。私向けたこれでお姉ちゃんいいすぐタイミングがせっかく喋るところで何喋るか忘れました。忘れないで今コンドームはつけると女性の感度を上げさせるコンドーム。なんですかそれ。ちょっとねブツブツブツっていうのがあってかかりがあるとか、あと早漏な人がつけるとちょっと間延びするよとか、いっぱいね進化してるんですよ。へえ。だからつけたらプラス1のお得があるっていう気持ちのコンドーム。なるほどなるほど。ドイツでね去年科学賞か何か受賞したんだけども、次世代の男性用ピルになるかもしれないんだけど、抗がん入浴っていうか電流が走った桶みたいなところに浸すのね。肛門じゃなくて抗がんを。拷問じゃない。今肛門で聞こえた。それでややこしいわ。どっちでも意味通ったから今。それで抗がんにその電流が通ったなんか謎の液体なんだけどね。でそれを浸すと精子の動きが止まるんだ。それでコンドームなしでも避妊ができると。じゃあ避妊の観点からしたらそれを使えばいける技術がもうできていると。できつつあって、でもドイツでは去年それが発表されてるみたいなね。だからもうじき日本に来るんじゃない、そういうのも。それだからそれやりながら感度も上がってくれて、さっきしみけんさんがおっしゃってた病気も減少できたらパーフェクトなものかもわかんないですね。ごめんなさい、ヒロさんどうですか。僕はコンドームを購入した時に検証、さっきのお金じゃないですけど検証とかつけて開封した時に金のカードが1枚。なんかカード系多いわね。有名な某お菓子の金の玉なら1枚みたいな、銀の玉なら5枚みたいな。金玉だよ。金玉ね。あなたたちどう思ってんの、コンドームに対して。日本語わからない。僕たち日本語わかりません。なんでいるんだよ。誰なんだよ。ではここで1個スキンとドライブデート後のドラレコの録画には気をつけよう。分かる分かる。さあそれでは本日の MOP モーストアウトークプレイヤーの発表です。あゆみちゃんです。満圧はアウトです。あゆみちゃんに受けていただきます罰ゲームはこちょこちょ筋トレです。何それそれではこちょこちょ筋トレお願いします。頑張ってください。スクワットです。うわ、あ、違った。次回もお楽しみに。アダルトよしのホテルで会うトークは、阪神高速長良インターすぐのホテルザ・レオン北店からお届けしました。